どうもこんにちは、ウイスキー専門店の岡村店長です。どうも、今日はですね、もう毎月恒例の企画ですね、8月に購入したウイスキーを紹介していくようなコーナーになっております。はい、じゃあそんなわけですね。はい、もう毎月恒例の企画なんでね、もう説明はいらないのかなとは思うんですけれども、まあ8月にね、買ったウイスキーを紹介していこうかなと思います。っていうね、もうなくなっちゃったやつがあって、ハートブラザーズのピーテッドアイラー、まあ、ラフルーグですね、とハートブラザーズのグレンマレー2013-9年、同じくハートブラザーズの、グレンロセス2014年の8年ですね。この3本はもうなくなっちゃったんでね、ちょっと入ってこないんですけど、まあありましたっていうことですね。じゃあそのわけでね、まあ残ってるやつでちょっと紹介していこうと思います。じゃあまずはね、こいつですね。はい、こちらドラムフールのハイランドパークですね、の、2006年の14年になっております。こちらですね、めちゃくちゃ面白いハイパでして、これ使ってる樽がですね、フィニッシュで、まあフィニッシュって言っても2年ぐらいの高熟で使ってる樽がですね、カリラのオロロソ樽なんですよ。あのオロロソシェリーの樽で寝かせたカリラの樽で寝かしてるハイランドパークなんですよね。結構複雑ですけど、ね、めちゃめちゃわかりにくいかなと思うんですけど、まあカリラのオロロソ樽で寝かしてるハイパなんですよ。で、これね、あのうまいんですよ。いや、結構ね、面白いなと思って気になってね、飲んでみたんですけど、すごい美味しくてね、カリラちゃんといるんですよ。オロロソダルのカリラの感じっていうのは、特に口に含んだ最初の部分っていうのにすごいしっかり出てきます。で、フィニッシュの方にかけてだんだんハイランドパークがガガガガッとね、強く出てくるっていう、どっちのウイスキーの味も楽しめるようなね、そんな感じのハイランドパークでね、すごい完成度も高くてね、これめちゃくちゃ面白くていいです。面白くて美味しい、結構いいボトルだと思います。ぜひね、これはちょっと、まあちょっとクロート向けかもしれないですけどね、このボトルは。すごい面白いんで、ぜひ飲んでみてください。じゃあ次ですね。こちらですね。オールドパティキュラーの、まあこちらアードベックですね。まああの、シークレットなんですけど、アードベックの、2005年の16年になってます。一応これシェリーバットなんですけど、もう相当リフィルなんで、もうほぼシェリーの感じはないです。はい、アードベックです。まあ色的にももうほんとかなりゴールドな色合いでして、全然シェリー感はなくてですね。どっちかっていうと、アードベックらしい。石炭の感じだったりとか、そういうアードベックらしいハウススタイルに忠実なね、スモーク感とか柑橘の要素っていうのがね、がっつり楽しめる、アードベックのハウススタイルを理解する上でものすごくいいボトルになってます。しかもね、めちゃくちゃリーズナブル、超コスパもいいんでね、これはかなりね、おすすめな一本になってますね。まあ、次、まあ、これはもうね、動画で紹介したんで、まあほぼ割愛しますが、ゴートアンドマクファイルの、グレンクレイグ1975ですね。はい、クレイグですね。グレンバーギー飲むならこれのね、中で入ってるんで、割愛させていきます。まあ同じくね、その動画に入ってきたやつも入ってるんで、ちょっと植えときますね。こちらもゴードン&マクファイルですね。の、ウッテンボックスです。のグレンバーギーの1990-31年ですね。これもね、あの、グレンバーギーのおすすめの動画でね、出したんで、出したよね。出したんで、割愛させていただきます。はい。で、次もグレンバーギーを紹介しましょうかね。これは出してないです。はい。あの、シングルモルツオブスコットランドの、グレンバーギーの1998-23年です。はい、98のグレンバーギーになっております。このグレンバーギーというか、この98のグレンバーギー、今まで出た98年上流のグレンバーギーの中で一番うまいです。これすごいいいです、このグレンバーギーの98。もちろんね、この辺とかはもう別格ラインになってくるんですけど、この98のバーギーね、マジでいいです。まあお値段的にも結構安いですし、本当ね、今までの98リリースの中でもね、群を抜いてこのボトルめちゃくちゃいいと思います。超うまいです。これもね、飲んでも皆さんね、すごいって言ってくださるんでね。はい。これ超いいんですよ。はい。まあ、一応これはまあ8月だったんで紹介しますかね。はい、グッチャブですね。GU の、6th リリースですね。のシークレットエイラーの、8年ですね。2013の8年です。まああの、ラフロイグのペドロ・ヒメネスのやつです。まあ僕がね、出しとるやつです。まあこれのね、詳しい動画とかまた載ってるんで、ね、見てみてください。めちゃくちゃうまいです。はい、これもね、おかげさまでかなり好評でしてね、このラフロイグちゃんめちゃくちゃうまいんでね、ぜひ飲んでみてください。で、次ですね、アートセッションの、ダルユイン1997-23年になっております。こちらですね。これもね、結構97年、だまああのダルユインはやっぱ90年代のダルユインうまいですよね。で、結構97らしいというか、96年とか97年とかのダルユインのに持っているスタイルっていうのがね、ものすごくしっかり出てるタイプの、ほんとなんかその90後半のダルユインとしては分かりやすいタイプのものなので、まあハウススタイルを理解する上っていうのもいいのかなと思います。まあそれこそ
同じダルユインの92年とか93年とかのダルユインとかと飲み比べてみるとね、ものすごくまた面白いと思います。この辺とかはあの90年代のダルユインってものすごい面白い、めちゃくちゃ面白いんですよね。なのでその辺とかをちょっと飲み比べて、ちょっとねそのヴィンテージのよる差みたいなので楽しんでいけたら面白いなと思っております。まあ、92、93のダルユインとかね結構人気なんでね、あのぜひ飲んでみていただきたいです。飲んだことない方とか、それとちょっとね飲み比べるとより面白いっていうウイスキーになってますね。あーもう最後ですね、早いですね。こちらですね、ポートシャーロットの、PMC01 ですね。こちらポムロールワインカスクというねワインの樽で寝かせてるポートシャーロット、まあ年に1回の、出てくるあのポートシャーロットの限定品ですね。まあほんと甘くさけど結構ねワイン樽の要素っていうのもすごくちゃんと出てて、まああの毎年出るこのポートシャーロットのこういうシリーズライン、この限定品のラインは割と毎年外さないというか、あの毎年ちゃんと美味しいですよね。この辺とかはもうね結構ロックとかにしちゃっても全然美味しかったりするんでね、ぜひぜひとは思っております。結構まあ2、4、6、8本か、まああとなくなっちゃうと少ないんで11本ですね。まあまあそこそこ買ってますな。まあ9月はねちょっと周年のねイベントのボトルとかもあったりする。高いっすよ周年のボトル、多分全部で50万ぐらいするんじゃないかな、もうそのレベルなんでね、もうちょっとあんまり仕入れられないんですけどね。まあそんなわけでして、ね、8月にね購入したウイスキーの紹介でした。以上で、ね、8月で購入したウイスキーの紹介でした。結構トントン拍子の紹介でしたね今日は。ちょっとあんまり時間がないっていうのもありまして申し訳ない、ちょっとパパパパってなってしまいましたが、言いたかったのはグレンバーギーはめちゃくちゃうまいんだぞっていうことですかね。はい、特にこの98のバーギーはマジですごいんでね、結構これ皆さんスターターとかにねよく出してるんですけど、本当に皆さんねあのもうめっちゃうまいって言ってくれてるんで、ぜひ飲んでみてください。まあ、やっぱバギーはうまいね。まああと僕のボトルは最強にうまいですよねって話ですね。はい、じゃあそのわけでして本日の動画は以上になります。この動画ですね、面白かったよとか参考になったよとかでよしたらぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あと概要欄の方にですね、僕の SNS だったりコミュニティだったり、酒屋さんのね情報載ってますので、ぜひそちらもチェックの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。